アルド・コラッツァとグライダー・アーマー・アルド・コラッツァはイタリアの航空パイオニアである。イタリアで初めて近代的なグライダーで飛行したカバル・テレで生まれたエステの郵便局の電信の仕事をしていたライト兄弟とオクターブ・シャヌートの言った飛行の実験に最初に興味を持ったイタリア人となったアーマーとナッツ。蹴られた自作のグライダーで何度かのトライの後 1904年9月、バオーネの丘からグライダーで数百ヤードの飛行に成功した。イタリアにおける近代的なグライダーでの最初の飛行となった。イタリアの飛行船のパイオニア、アルメリコ・ダスキオからいくらかの資金援助資金を受けたが、エンジンを購入することはできなかった。実験を続け、1906年のミラノの万国博覧会にアーマー2を展示した。着陸装置装置をつけた。 アーマー3は初飛行で破損してしまった。飛行の結果は良好であって新聞にも取り上げられたが動力飛行の実験に必要な資金を得ることはできず、アーマー3が最後の取り組みとなった。ありがとうございます。